動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。iPhone ですよ。最新の iPhone 15が発売されるっていうことですけども、いよいよこのクソったれなライトニングケーブルがなくなるっていう、まあ何の役に立つんだっていう話、まあ何の役に立つかっていうか、そのまあ何かの役には立ってますよ、もちろん。でもまあそのタイプ C という USB タイプ C っていう世の中のそのトレンドのなに乗ってこないっていうところで、なんか独自路線を突き進んでた iPhone がいよいよそのスマホの充電器っていうか、その接続端子をタイプ C にするというところでね、まあ一つこれは革命的な出来事かなって思って、まあいいなと思う反面、なんか次の iPhone は30万円するっていう、そういう噂も出てますし、まあ実際日本も円安になってますんで、まあちょっと世の中のその物の価値からすれば少しこう高くなってくるのかなっていう気もしますよね。まあそんな感じでございまして、このアップルが、まあそのもともと EU がもうちょっとタイプ C にしろよっつって圧力かけてたんで、それに屈したっていう感じだと思うんですけども、まあなんか次の iPhone 欲しいなと思いつつも、まあまあライトニングケーブル使うしかないななんて思ったりもしますんで、はい。さて、そんな感じでございまして、今日のニュースは、まあ、こっちも時代に乗り遅れたのかなっていう気もする、そんなニュースでございます。ヌートリア駆除に自治体が本腰、特定外来生物の駆除、法改正で国から交付金が増額。海外から持ち込まれ生態系に悪影響を及ぼす特定外来生物、その対応に悩まされてきた自治体が自ら駆除に乗り出しました。その背景とは。で、タイトル。硬い前歯で稲も綺麗に刈り取るってありますけども、これいいニュースじゃないです。海外から持ち込まれ生態系などに悪影響を及ぼす特定外来生物のヌートリア。南米原産の大型ネズミで、第二次世界大戦中、主に毛皮用に持ち込まれ、その後、野生化しました。穴を掘るための鋭い爪、後ろ足には水かきもあり、水辺に生息するのが特徴です。一見可愛らしい見た目ですが、稲などの農作物を食い荒らす上、繁殖力も強い厄介者です。愛知県豊橋市によりますと、市では昨年度ヌートリアによる作物の被害がおよそ120万円に上ります。また他にも恐るべき繁殖力で増え続けるアルゼンチンアリなど特定外来生物に悩まされている現状があるのですが、これらを駆除するためにはある問題が立ちはだかります。豊橋市環境保全課の村田課長は、特定外来生物の目撃情報が多くてどうにかしたいと思っていたが、限られた予算ではなかなか防除が進まなかった。これまで特定外来生物の駆除は生態系維持のため国が主体でしたが、今年4月の法改正で市町村も駆除が努力義務になりました。これを受けて国は交付金を増やして自治体の駆除活動を後押しすることになりました。これを受けて豊橋市環境保全課の山崎さんは、法律が改正されたので駆除を事業としてやっていく、自らヌートリアの駆除に乗り出した豊橋市、おびえき寄せるための罠にも試行錯誤を重ね、設置からおよそ1週間後にヌートリアの捕獲に成功しました。ヌートリアは、家族単位でいるので1匹取れたということはあと 2,3 匹は続けて取れる。昨日もヌートリアの目撃情報があって市内全域で分布していると感じている。今後も駆除していく必要がある。あまりの多さに国だけでは対応が追いつかない特定外来生物、今そこにある危機に自治体自らの取り組みが急務となっています、というところですね。まあヌートリアなんですけども、もともとは第二次世界大戦の時に毛皮を取るためということで、まあ繁殖するっていうことは毛皮がたくさん取れるっていうことなんで、まあ戦争中は良かったんでしょうけども、その後ですね、戦争が終わってしまった後にもう使い道がねえやつでわーって野に放っちゃったので、それが野生化してるっていうのが今現実であるわけなんですけども、この野生化したヌートリアに対しての対策っていうのがまあ遅れちゃった、今の今までこんなにしっかり対応できてなかったっていうのもあるかもしれないんですけども、あとね、もう一個原因としては餌付けですね。このヌートリアのこと知らない人がカピバラだとか、ビーバーだっつって言って喜んでパンあげちゃったりとか餌あげちゃったりする人っていうのが結構いるんですね。だからそういう人たちに対しても周知していかないと、このヌートリアの数っていうのは減らないと思いますし、あとそうですね、まあ、どんだけ被害がでかいかっていうのを伝えるのも大事かなと思いますね。
例えばこれはイネ科だったり農作物120万ってそんな大したことないじゃんっていう人いるかもしれないんですけども、他にその川べりの、土なんかっていうのを掘り返して、で、その土が崩れることによってその台風だったりとか大雨が降った時にその川が氾濫しやすくなっちゃったりとかっていうところで、見えないところでですね、被害が拡大してる可能性もあるっていうところも考慮しないと、ちょっとですね、そのヌートリアだったりこういう外来生物の、いけないところ悪いところっていうのは見えないのかなと思いますので、まあなんかそういうところを見つけて報道していくっていうのもメディアの役割じゃないかなっていうふうにも思いますね。ということでございまして、今日のニュースはヌートリアの駆除に自治体が本腰ということでございました。